ユトレヒト大学は、オランダユトレヒトに本部を置くオランダの公立大学である。1636年に設置された。アカデミックランキングス・オブ・ワールド・ユニバーシティーズでは、世界57位、大陸ヨーロッパの大学としては10位、オランダ国内では1位に選ばれている。1636年に設置され、オランダの大学としては、ライデン大学、フロー人間大学、 創立1614年に次いで3番目に設立された歴史のある大学である。ヨーロッパの大学としても最も規模の大きな大学の一つである。特に1934年に設立された刑法学研究所は進歩的な刑法学者たちからなる後にユトレヒト学派と呼称される人物たちを排出することとなる。1584年に設立された。 ユトレヒト市図書館は大学の設立と一体のもので、これはオランダ北部では最大規模のものである。2004年の時点で大学の26,787人の学生、8,224人の教授陣を有する。ユトレヒト大学は7つの学部で構成されている。これまでに卒業生、教員の中から12人のノーベル賞受賞者を輩出している。 ありがとうございます。